微算数理工学の3回目、数え上げの基礎で全化式の解き方の話をしていきます。前回ですね、第2回の時に全化式の作り方、解き方という話をしていたんですけども、今回はそれを解くということになります。ただですね、この全化式を解くっていうのはどういう意味なのかってことは割と、今回は、定めないとか定義しないという形でやっていくわけですけども、解くっていうときに、それはですね、本来この何を意味するのかってことはしっかりと定義をして、明確にしてやっていくべきだとは思うんですけども、ちょっとそういう立場ではないということになります。はい。で、その都度ですね、どういうことを意味するのかってことは、明確にしながらやっていきたいと思うんですけども、なんか一般的になんか解くっていうことは何なのかってことは特に言わないということになります。それでですね、今日はこの二つですね、線形全化式ですね。前回導いたそのものの前半の方のものは線形全化式なんですけども、それ解けるようになるということ。と、後半の方でですね、アルゴリズムの計算量の解析っていうのをやったんですけども、そこでは、不等式で、出てくるような全化式で、考えるということもあったので、そういうところでですね、上階をうまく導出するということが重要になったり、一般的にアルゴリズムの解析とかですね、組み合わせ構造の解析においては上階を導出する、下階を導出するということもありますけども、そういうところが不等式の形で何か解くということもあるので、それをやると。で、もう一つですね、2番、数列の母関数が導出できるということが、今回の2つ目の目標で、これは次回の内容になるんですけども、母関数というものを使って、この全化式を解くという話をするんですが、その導入としてですね、今回、この導出っていうところまではやっておこうという、時間が余るというか、時間繰りの関係上それをやるという形になります。では、まずですね、この線形全化式の裁縫からやっていきましょうということになります。はい。でですね、これ前回出てきた一つの、全化式です。AN というものはもう何だったかは忘れていいんですけども、AN が、N が1の時には2、N が2の時には3。で、N が3以上の時にはこういうような形になっていると。で、これ解いてみる。解くっていうのは何かっていうと、いわゆるその一般項を求めるってことになるんですけども、一般項が何なのかっていうことも、あんま定義しませんし、そもそもなんか求めるって何なんだってこともあんま定義しないんですけども、この AN がなんかこの一つの式で書けることを目指すと。いうことです。で、一つの式って何なんだって、だんだん、定義されてない言葉をですね、定義されてない言葉で定義しているような形になってきて、よろしくないんですけども、最終的な形を見れば、こういうものだろうというのは、分かってもらえるかなというふうに思います。で、実際やると。で、こういうふうにですね、何か、なんかこういう、式で表したいということをやるんですけども、皆さんはですね、まず、こういうものを見たら、まず、なんかこういうものの振る舞いがどういうのかってことをプログラムを使ってですね、確認するという、もう技術を持ってるわけです。で、そういうことはですね、ぜひやってもらいたい。なんかその皆さん、そのなんだろうな、教室とかですね、そういうところで試験を受けるためにこういう数学を勉強してるわけではないので、そういうですね、自分の手に持っている技術とかをですね、使ってこういうものをですね、調べるってことをまずやってほしいというふうに思うわけです。で、実際に私もなんかプログラムを書いてみたと。で、こんな感じだったと。で、そうすると、実際に N を与えたときに AN は何であるかってことは、そのプログラムを使えばですね、こういうふうに計算できるわけです。で、計算でしたんで、この2、3とかですね、値があるんですけども、これを、このプロットしてみました。それが右側です。で、これどういうプロットかっていうと、右側が N ですね。N。この N ですね。で、縦軸は AL なんですけど、ちょっと、これですね、AL なんですけども、これ、片対数プロットにしてます。片対数、セミログってやつですね。セミログってやつですけども、だから、横軸が1、2、3、4、5って順番に並んでるんです。順番に並んでて、その等間隔で並んでるんですけども、縦軸は、ログスケールになっていると。対数軸になっていると。で、対数軸になっているときに、これを、プロットしたら、直線に並んでるという形になってるわけです。ちょっとこの原点というか、ここら辺どこら辺に座ってるかっていうのは、わかりませんけど、直線上に並んでると。だから何かっていうと、式で書くと、なんか、ある定数、どうしようかな、アルファとベータが存在して、ログの AN イコール、アルファ N プラスベータが、こういう形になってる。ちょっと、ログの K、ちょっと、書いてませんけども、何でもいいと思ってください。定数です。で、ってことは、
何なのかっていうと、これは、まあ、AN に、じゃあ、これ手、これ決めないといけないですね。じゃあ、ログ2としようか。手2にしましょう。で、そうすると、これ AN は何かっていうと、2の、アルファ N プラスベータ上で、こんな形になったわけですね。まあ、これは、まあ、2のベータ上、ちょっと場所が悪いですね。ちょっと、もう少し、左に動かしたいんですけども。はい。動かして、これを、で、これは2のベータ乗かける2のアルファの N 乗の形ですよね。ってことは、だから、こういうふうにその直線上に並んでるってことから、AN っていうのは、このなんか N に関しては指数関数的に増加するんだってわかると。で、こういうのが、ちゃんとこの型対数プロットからわかるっていうのは重要で、皆さんですね、なんかプロットするときにですね、両方とも、何も考えずに、その普通の軸ですね、この等間隔の軸を取って、プロットすること多いかもしれませんけども、こういうふうにその指数関数的にですね、増加するということを見る場合には、こういうふうに型対数プロットを使うことが有用です。で、こういうことはですね、皆さん勉強してるはずなんですけども、なぜか全然やらない。ので、まあ、ぜひやってくださいと。何をやらないかっていうと、プロットを作ることもしないし、プロットしたときに型対数で、書くとかってこともしない。ので、ぜひその、なんだろうな。自分にとって有用なですね、知見が得られるようなプロットを描くというのが重要です。で、ここでは、この AN っていうのは N に対して指数関数的に増加するっていうのは、まあ、こういうことから予想できるので、じゃあ今ちょっと、まあ、これ 2α の N 上で書いてあるんですけども、まあ、この 2α の部分です。まあ、仮にこう、ラムダだと置いて、思って、じゃあ AN は、まあ、ラムダの N 上かなと思って、計算していきましょうということをしてみましょう。だからまずこの AN はラムダの N 乗だと置いて、このラムダが何なのかなってことを探ってみようと思います。で、ここまでは、まあ、答案とかいうものがあるのならば、そこには書かないものです。その前の、下書きでやってるところです。で、実際、まあ、何からやるかっていうと、実際にやるのは、この AN をラムダの N 乗で置き換えた式を作ってみましょうと。もともとこういう式だったんですね。まあ、これはその、まあ、N が3以上の時にしか成り立たない。式でしたけども、まあ、それはちょっと今気にしないで、とりあえずもうこの式の見た目の上で AN をラムダの N 乗に置き換えます。で、そうしたら、まあ、A の N-1 っていうのは、ラムダの N-1 乗に置き換わって、A の N-2 はラムダの N-2 乗に置き換わるということになります。で、まあ、ラムダは、まあ、ラムダはどうやって、で、これはですね、両辺をラムダの N-2 乗で割ると、ラムダの N-2 乗で割ると、どうなるかっていうと、ラムダの N-2 乗は1になるんだけど、ここラムダが残って、ラムダの N 乗はラムダの2乗になると。こういう形になりますね。で、こういう式が得られます。で、これはですね、ラムダに関する二次方程式なわけです。で、これはですね、皆さんの時から知ってると。やりましたねということになるわけですね。で、まあ、これ解くことによってラムダが得られるということになるわけです。ですかね。で、まあ、こうですね。で、まあ、これはですね、まあ、名前がついていて、もともとの全括比の特性方程式と呼んでいたりします。で、まあ、これ解ける、まあ、二次方程式解けるわけですね。で、これをま、解きましょうというのは第二段階です。第二ステップ。で、解くと、まあ、二つ、解が出てきます。この場合は、二分の一プラスマイナスルート5ですね。で、まあ、これちょっと、今後この二分の一プラスマイナスルート5っていうふうにちょっと書いていくのが面倒なんで、まあ、小さい方はラムダ1、大きい方はラムダ2としましょうということにします。まあ、これ、まあ、別に、値を覚えることは重要ではないんですけども、この方程式の二つの解をラムダ1、ラムダ2としましょう。で、そうすると何がわかるかっていうと、先ほど言ったみたいに、まあ、AN っていうのは、ラムダの N 乗かなっていうふうに思っていたわけ。ですから、ここからですね、このラムダの候補としてこう二つ出てくると。ということになります。で、実際ですね、何が分かったかっていうと、もともとこれ全括式なんですね。こういう全括式解きたいと言っていたわけです。で、今考えたのは、この N が3以上の時のこの式だけですね。この式だけこれ見ました。で、そうすると、何が分かるかっていうと、この N が1の時とはですね、N が2の時のこう値があるんですけども、これを忘れれば、まあ、ちょっと、忘れればって何なのかっていうと、まあ、何であったとしても、このラムダ1の N、何であったとしてもって言ってきたかな。忘れればです。忘れれば、この AN がラムダ1の N 乗であることと、AN がラムダ2の N 乗であるっていうふうにしていたこの等式とするとですね、これはですね、ここの全括式、この部分のですね、これ解になってるわけですね。これ先ほどの、言った通りです。で、そうすると、何がわかるかっていうと、この2つが全括式の解だとすると、この線形結合ですね。
ラムダ1の N 乗に C1 と係数かけたもの、プラス、ラムダ2の N 乗に C2 と係数かけたものを足して、で、この和ですね。これを AN としても、これもですね、この N が1と2の部分を忘れたもの、この部分ですね。この部分の式、これ満たすことになります。なんでかっていうと、今ですね、この AN をこのように置いたら、この右辺の方ですね、AN-1 プラス AN-2 っていうのはどういうふうに書けるかっていうと、AN-1 は、この上の式の N を N-1 に変えたものです。これですね。で、AN-2 っていうのは、この式の N を N-2 に変えたものです。ね。で、これ足したものっていうのは、この右辺になるわけです。ですね。で、これちょっと、式変形とか整理をして、C1 に関わるところだけ持ってくると、C1 に関わっているところは、このラムダ 1N-1 乗とラムダ 1N-2 乗となっています。で、そこだけ持ってくると、C1 かける、なんとかかんとかという形になるわけです。ですね。で、後ろの方にですね、この C2 に関わっている部分だけを持ってきましょうというふうにします。で、そうすると何がわかるかっていうと、今ですね、この括弧の中身ですね、これは、ラムダ2の N-1 乗プラスラムダ2の N-2 乗なんで、で、ラムダ2っていうのは先ほど言っていた、ラムダ2乗イコールラムダプラス1っていう、方程式の、解だったので、この後ろの部分っていうのが、これがラムダの N 乗だってことがわかります。ですね。ということで、この後ろの部分は C2 かけるラムダ2の N 乗になるわけです。で、前の部分も同じように C1 かけるラムダ2の N 乗になると。で、これは取りも直さず、これ AN なわけですね。これ AN なわけです。ですか。だから、このようにですね、AN を置くと、それもですね、ここの最後の式、これを満たすことになるということなんですね。で、そうすると、まあ、この C1 とか C2 っていうのは、これ、どんな定数でもいいわけです。どんな定数であっても、この、全化式に満たしてしまうと。だけども、この全化式っていうのは、n が1の時、2の時の値が実際は本当は決まっていて、それによってですね、ちゃんと al の、値っていうのは一つに決まらなくてはいけないはずなのだから、このなんかどんな定数でもいいものが前についていっては本当はいけないわけです。別の方すると、この定数っていうのは、n が1の時に an が2であって、n が2の時に an が3であるという条件から、この二つの定数が何であるかっていうのが後から決まってくるという形になるわけです。ですね。で、それを今からやろうということになります。つまり、まあ、AN をこのような形で置きます。このような形にすれば、この最後の式を満たすことが分かっているから。で、それによって、この C1 と C2 を定めればよいという問題になります。で、その C1 と C2 を定めるのは、この N が1の場合と N が2の場合の値を使えばできるということになるというふうに思ってください。で、それを次にやっていきます。ですね。この線形結合を作りますと。で、そうすると、A1 は2で A2 は3なので、この式に1を入れると、A1 は2なので2ですね。で、それは上の式から C1 かけるラムダ1プラス C2 かけるラムダ2になるわけです。ですね。一方で N を2とすると、こっちの式から3出てきます。上の式から C1、ラムダ1の2乗、C2、ラムダ2の2乗というのが出てくると。で、今ですね、この二つの式があって、ここから C1 と C2 を定めたいわけです。で、それはできる。なんでかっていうと、これは C1 と C2 に関する連立方程式だからです。あ、これ解けばいいわけですね。で、まあ実際解きましょうということになります。で、まあ解けば、こう C1 と C2 が決まる。思い出してほしいのは、ラムダ1っていうのは2分の1マイナスルート5で、ラムダ2っていうのは、2分の1プラスルート5だったと。だから、これ、ラムダ1とかラムダ2っていうのは、なんか具体的な値だったってことはもう今分かってるわけです。分かってるんで、それをまあ、それは今代入してないんですけども、まあそれに置き換えてあげれば、ちゃんとこの C1、C2 決まりますということになります。で、ちょっと今置き換えないんだけども、この記号のままやっていくと、まあ、こんな感じになると。で、C1 は、ラムダ1かけるラムダ2マイナスラムダ1分の2ラムダ2マイナス3。C2 も同様と。同様って言っちゃいけないと。こんな感じになると。で、これはまあ計算してもらえばわかるので、実際にやってみてほしいんですけども、まあそんなに、難しくはないけども、ちょっとこの授業の中でやるぐらいの話ではないと。いうことになります。話せないなんてちょっと時間がかかるんでやんないと。だからこれ実際に皆さんやってみてください。で、ここからちゃんとこの先ほど言ったラムダ1とラムダ2の値を入れてあげれば、C1 が何だか、C2 が何だかということがわかります。で、それも、ちょっと、計算は大変です。
で、まあ、それ実際計算しなくちゃいけないんですけども、まあ、これ C1 のラムダ1とラムダ2の部分に実際値入れて、また計算するとこういうふうに出ます。10分の5マイナス3ルートとか、C の方も10分の5プラス3ルートとか出るんですけども、この計算の仕方はですね、こういうふうに、まあ、先にですね、このラムダ1とラムダ2の値をですね、こう代入してあげてから、頑張って式変形するよりも、もう少し、賢いというか、楽な計算法はあるので、ちょっと、まあ、その計算法ぐらいはちょっとお伝えしようかなというふうに思います。で、それは何かっていうと、下にこの中って書いてあるものがあるわけですね。今、ラムダ1とラムダ2っていうのは、先ほど言っていた二次方程式の解なので、ラムダ1の2乗はラムダ1プラス1、ラムダ2の2乗はラムダ2プラス1だっていうことが、分かってます。で、また、これ、解と係数の関係ですね。まず、こういう二次方程式、つまり、ラムダ2乗マイナスラムダマイナス1イコール0の解なわけです。ラムダ1とラムダ2は。ってことは、その和っていうのは、この係数ですね。の、正負を逆にしたものであり、積っていうのはこの部分。ごめんなさい。積っていうのはこの部分。なるってことは、皆さんよくご存知だと思うんですね。で、まあ、こういうのを使っていこうということになるわけです。で、これを使うとですね、割と計算が楽になるというのをちょっとやってみましょうと。で、それどういう感じかっていうと、例えばですね、今じゃあ C1 の方だけやってみましょう。C1 は今、ラムダ1、ラムダ2、マイナスラムダ1、分の2ラムダ2、マイナス3。で、おそらくですね、この分子のラムダ2はどうしようもないんですけども、ちょっと分母の方は、ちょっと、こういうふうにちょっと展開してみると。2ラムダ2マイナス3ですね。そうすると、ここにですね、ラムダ1、ラムダ2があって、これも分かっていると。で、ラムダ1の2乗はこれですと、これ分かっていると。こんな感じになるわけですね。で、そうすると、まあ、ちょっとそれを使って、分母を簡単にすると、マイナス1マイナス、ラムダ1プラス1。こんな感じなわけです、ね。で、そうするとこれは、まあ、2ラムダ2マイナス3、これマイナスラムダ1マイナス2かな。こういう形になると。ということになります。で、ここら辺が計算間違いそうで怖いんですけども、こういうふうにですね、やっていくのはちょっと、ダメかもしれませんけども、まずやっていくと。で、まあ、ここからどうするのかってことは、まあ、いろんな話あるかもしれませんけども、まあ、ちょっとじゃあ、もう二乗の項とか、なんかそういうのないんで、まあ、ここではもう代入しましょうかね。で、代入してみると、2×2 分の1プラス、5。マイナス3、あ、これでやんなくてなったかな。まあ、やると、決めたんだからやります。1マイナス0と5、マイナス、こんな感じになってますね。で、これは、どうしようかな。分母分子にかけましょうかね。そうすると、マイナス1マイナス0と5、マイナス4。で、これが、2、1プラス0と5、マイナス6。こんな感じになると。で、あ、そうか、しまったな。これ、有理化したらよかったな。ちょっとこれ、どうしようかな。まあでも、こういう、でもこうやってやっていけば計算できるってことはまず言っとくんですけども、そうじゃなくて、やっぱちょっと工夫した方がよかったですね。ちょっとこれ工夫しよう。今お持ちいただきゃいけませんけども。どうしようかな。これ、2ラムダ2マイナス3が分子で、分母は、これマイナス、だからラムダ1プラス2にマイナスつけたものなんで、これあれですね。分母分子にラムダ1マイナスに書きましょうかね。なるほど。うん。なんでこうしたいんだろう。ちょっと待って、なんでこうしたのか自分でもわからなくていいな。なんでこうしたいんでしょうね。これやってみると、なんかこんなことやってると、ちょっと。この方が計算複雑になっちゃうかな。ちょっと待って。なんか、あんまり。迷走してるんですけど、ラムダにプラス6。こんな感じになって、まあ、ここら辺なんか簡単になるかなと思ったんですけど、なんなかったな。あれかな？ラムダ2の方、ラムダ2の書いた方がよかったのかな？ちょっといろいろとなんかやり方はあるかもしれませんけども、まあ、こんな形で、なんか2乗の項は消えていったりするんで、まあ、ここも消えるんですけども。たりするんで、まあ、そういう形で、なんかラムダ1とラムダ2のなんか一式にして、してから代入した方が、まあ、計算はしやすいかなというふうに思います。ちょっと、ちゃんとこういう準備しておきよかったです。すいません。ちょっと準備が甘かったです。すいません。まあ、それは置いといて、こういうふうな、そのなんか解と係数の関係とかを使うと、計算が楽になったりする場面があります。なので、ぜひやってみてください。全然楽になってないので、いきませんけどね。私の今のこのやり方では。まあ、そういう形になります。まあ、消さなくてもいいかな。
待ちします。という形で、これですね、10分の5マイナスルート、いや5マイナス3ルート5と10分の5プラス3ルート5が、まあ、求まるという形になります。で、これによって、これですね、任意の1以上とし整数 m に対して、ここが c1 ですね。で、ラムダ1、c2、ラムダ2という形になったもので、an が出てくると。これは、いわゆる一般項というやつですね。となって、an が何だか分かるということになるということになります。よろしいですか？という形で、まあ、解けますよということになります。ですかね。で、まあ、これちょっとまあ見てほしいんですけども、これまあ、まあ、求まって良かった方っていうのは一つなんですけども、まあ、こういう式を見てですね、なんかこう、不思議に思ってほしいんですよね。なんか、これ整数なんです。で、なんかこんなにですね、たくさんなんかルート語とかですね、まあ、そもそもなんか分数式であったり、こんなものがですね、なんで整数になるんだろうっていうのは、まあ不思議なわけですよね、ある意味。だからこれ、この式ですね、そのなんか突然出されただけで、これ整数ですかっていうふうに聞かれたら、皆さん多分ね、答えられないと思うし、私も多分答えられないと思うんですよ。だけど、もともとのですね、こういうとか全化式ですね。これが与えられていれば、AA のこれ整数ですよねってことは、これ簡単にわかるわけですね。まあ、数学的な誤差で簡単にわかるわけです。で、そういう意味で、こういうその全化式の方が、この数列のですね、なんか性質を捉えているのか、あるいはなんかこの一般項の方が、この数列の性質を捉えているのかって言われると、私はね、よくわかんないんですよね。だから、なんか、なんでこういうふうな、一般項と呼ばれるものを、まあ、求めたいんだろうと思われるかもしれませんけども、まあ、これがあれば、あることで、まあ、これによって、この、数列の性質がわかるっていう部分もあったりするので、まあ、こういうことをですね、できると、いいこともあります、ということになります。はい。で、実際求まったっていうのはここまでの話です。で、今これ AA の話ですね。で、今ですね、一つこの、解き方をご紹介したんですけども、もう一つ別の解き方をご紹介します。で、こちらの方ちょっと、さっさとやっていこうと思います。何かというと、まあ、これ、なんか別の方法も説明しておいてみるんですけども、使うのはですね、行列とベクトルです。それを使って、解いていきましょうということを言います。で、何かというと、この全化式はですね、行列とベクトルを使って、まず表現するってことをやってみます。で、その表現の仕方は、要はいろいろとあるんですけども、一番まあ、スタンダードな方法、標準的な方法をご紹介しようと思います。それはこういう形です。何かというと、この an と an-1 っていうのを並べたベクトルを用意します。用意します。ですね。で、そうすると、この n がですね、2の場合、これ a2、a1 っていうベクトルになります。で、a2、a1 はですね、もうここから今分かってると。わかってるのですけども、これは今これ、A2 が3で A1 が1と。あ、2なんだ。A1 が2なので、ここ、A2、A1 は3、2というベクトルになるということがわかります。で、一方ですね、この下の式ですね。下の式を、書き換えたのが、この下の式になります。下の式ばっかり書いてます。で、何かっていうと、AN、AN-1 は何でしょうとかなんですけども、これと等しいですと。ですね。で、これ実際この右辺のですね、行列かける、これ行列 2×2 行列かけるベクトルです。ですね。で、これ計算してみると、上の方は AN-1 プラス AN-2。なんでかっていうと、行列と、ベクトルの積は、これかけるこれでしたね。っていうことの内積。内積じゃ、いっちゃいませんね。行ベクトルかける列ベクトル。で、これが出てくる。で、下の方はこれかけるこれ。で、AN-1 と。いう形になります。で、そうすると、下の方ですね、第二成分、これは AN-1 で、これ等しいという形になってます。ですね。だから、等しいですし、上の方は AN イコール AN-1 プラス AN-2 っていう形で、この上に書いてあるこの全化式のですね、この核となる部分がちゃんとこれ書けているとかわかるわけです。ということで、まあ、これによってですね、全化式ができたという形になるわけです。あ、全化式がこの行列とベクトルを使って書けたという形になるわけです。で、これができると何がいいかっていうと、ちょっと一般論の話をします。今ですね、ベクトル x1 と、x1、x2、x3 というのが点々点々点となんかあると。で、a っていうのは行列で、c っていうのはベクトルだとしたときに、なんか x1 が c というベクトルで、xn が axn-1 という形で、xn-1 から xn が決まるっていうふうになっているとしましょうと。だからこれはその全化式なわけです。で、まあ、これだから、まあ、行列とベクトルでかけているので、まあ、線形全化式ということになるわけですけども、この時に、じゃこれ XN は何でしょうっていうふうに思ったら、今、もともとですね、この式があるわけです。XN、XN-1。で、XN-1 もですね、まだこの2以上であるとすると、この XN-1 は AXN-2 とこういうふうになるわけです。
ですね。で、これは、まあ、その行列の、規則から、x の2乗、xn マイナス2になるということになってきます。で、この xn マイナス2、まあ、これもまた2乗だったら、これは a2 乗をかける axn マイナス3ってこうなると。で、これ続けていくと、これ最終的にですね、x1 まで降りて、ここが a の n マイナス1乗になりますと。これが形になりますね。違うかな。合ってますね。いいですね。なんか、おかしい気がするけど大丈夫かな？合ってますよね。合ってますよね。いいですよね。いいですよね。はい。ということで、何かっていうと、で、今、x1 は、c だと分かってるわけです。ということは何かっていうと、この a の n マイナス1乗っていう、この行列、つまりこの行列の累乗とかって言ってるものですね。これが分かれば、おしまいだって思います。先ほどの例で言うと、これですね。これは何かっていうと、つまり、an、an マイナス1が、1110、an マイナス1、an マイナス2なんですけども、これは1110の2乗、an マイナス2、an マイナス3、こういうふうになってるわけです。で、これ続けていくと、a2、a1 まで降りるんだけども、これは、1110の何乗かと言われると、これ間違いそうなんですけども、これは n マイナス2乗かな。1乗ですね。合ってますね。いいですね。n マイナス2乗という形になって、で、今 a2、a1 ってベクトルが3人だと分かっているわけなので、ここのですね、1110っていう行列の n マイナス2乗が分かればよいということになるわけです。で、それを計算しましょうと。で、こういうその行列の歴乗ですね。正方行列の歴乗とか、まあ、累乗。を計算する方法っていうのは、ま、いろいろと知られている。で、多分皆さんも線形代数学っていうものの授業を、受講したときにそういう方法を、ま、一つは習っていると思います。で、ま、一つその方法の一つとして、固有値と固有ベクトルを使う方法がありますけども、ここでは固有値と固有ベクトルを使ってますけども、別にま、どんな方法を使っても構いません。その A の N 乗っていうのが、行列の累乗を計算できればよろしいということになります。で、まあ、例えば、今はこの A っていうのが1110っていう行列なんですけども、この固有値と固有ベクトルを計算しようと思ったら皆さんできるはずというわけです。で、その時には、この、ラムダ i マイナス a という、i はこれ、i は単位行列ですけども、この、デッドっていうのがこれ行列式を表すという話でした。で、実際にこれ、計算して、これを、式を満たすラムダを求めてあげるということをすると、この A という行列の固有値が出てくるという形になります。で、そうすると固有値は2分の1プラスするところになるということになります。これ先ほどですね、学生方程式っていうものを、前回式から作って、二次方程式作って解いた時に出てきたラムダと同じなんですけども、それは実はまあ偶然の一致ではなくて、ある根拠を持って一致するんですけども、まあそれは、この授業では説明しないということになります。で、まあ、実際一致すると。で、まあ、それを小さい方をラムダ1、大きい方をラムダ2と置いて、で、これで固有値が計算できましたということになります。で、そこからじゃあ固有ベクトル計算しましょうと。で、これも皆さんどうやってやるのかということは知っていると。で、固有ベクトルって何だったかっていうと、行列に対して、AV イコールラムダ V を満たす、0ではない、が、固有値。で、V が固有ベクトルということでしたね。だから、まあ、この定義に従って、今、もうラムダは2つ出てきたので、その、この、それぞれのラムダに対して、この V っていうのは何なのかということを計算してあげればよいと。で、この V はですね、スカラー倍してもですね、固有ベクトルのスカラー倍も固有ベクトル。なんで、そのスカラー倍を除いたですね、任意性が、スカラ倍の任意性があるので、まあ、その、ある長さの、固有ベクトルを求めるということにします。で、まあ、それは、まあ、やればできると。例えば、このラムダ1に対する固有ベクトルを求めようと思ったら、AV1 イコール V、あとラムダ 1V1 っていう式を使って、まあ、この V1 を XY っていう行列だとすれば、この X と Y を定めてあげればよいということになります。で、まあ、例えば、一つ。1マイナス5と2っていうのが、このラムダ1に対する A の固有ベクトルになります。で、形を計算できます。で、同じようにラムダ2に対する A の固有ベクトルも計算できるわけです。こんな感じですね。
で、そうすると、例えば、この1プラス5、1プラスルート5、2っていうのが、ラムダ2に対する A の個人ベクトルとして計算がして出てきます。まあ、これはですね、これのスカラ倍をしたものが皆さんの計算では出てくる可能性もありますけども、別に、まあ、それは、クイベクトルであれば何でも構わないということになります。はい。さっきのところと定義ちゃんと言ったかったか。これ、この V も0ベクトルであったらダメですね。はい。で、それで、今ですね、何するかっていうと、対角化っていうことをします。で、対角化することができるためには、いろいろと、まあ、条件があるんですけど、まあ、今回はできると。で、何かっていうと、今、U として、先ほど求めた、固有ベクトルを並べた行列。これ 2×2 行列ですね。2×2 行列。で、ラムダって、これ、大文字のラムダですけども、これはその、固有値を対角に並べた行列だとしましょうと。で、この並べる順番も重要で、V1、V2 の順番で並べたら、ラムダ1、ラムダ2の順番でこちらの方を並べるというふうにします。で、そうすると、ここに書いた式が成り立ちますと。これはその、行列に関する等式ですけども、これはその、あれですね。固有値の定義から、固有値、固有ベクトルの定義から導かれますと。ということになります。で、そうすると、今ですね、実際計算すると、この U っていうのは逆行列を持つ行列、いわゆる正則行列になっているので、ここの式から、A っていうのが U、ラムダ、U インバースという形で書けるということがわかります。で、つまり、この A が先ほどこの1110っていう行列だっていうふうに言ったんだけども、別の形で書けると。この形で書けると。で、これなんで嬉しいかっていうと、ここからこれが言えるからです。ちょっとここには書いてあるんだけど、下に書き直しますね。今 A の N 乗っていうのを考えようとすると、今 A っていうのはですね、ここに書いてあるような形で U、ラムダ、U インバースという形で書けるっていうふうになったわけです。とかだから、ちょっと N 乗的なやつだと難しいんで、例えばこれ3乗でやりましょうと。そうすると、これは U、ラムダ、U、インバースかける、U、ラムダ、U、インバースかける、U、ラムダ、U、インバース。こういうふうになってるわけです。いいですね。で、行列の積っていうのはどの順番でやっても構わなかったので、こういうふうに、掛け算を取る順番を変えましょうと。ですね。ここら辺、これラムダですよ。これラムダに見えないのがちょっと問題ですけど、これラムダです。ラムダ、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 ラムダです。で、そうすると、今、ここのですね、括弧で、この U インバース U ってと、これはですね、逆行列の定義から、これは単行列になるわけですね。ですか。で、単行列に行列かけても、その行列変わりませんので、これは、U、ラムダ、ラムダ、ラムダ、U インバース、こうなるわけです。これ、つまりこれ U のラムダ3乗を言います。こうなるわけですね。で、これは、なんかこの A の3乗っていうものを今計算しようと思っていたときに、なんか U、ラムダ3乗 U インバースという形になって、A の3乗を計算する代わり、ラムダの3乗を計算できれば、ここから A の3乗分かりますねって形になっていて、そういう式なんですけども、じゃあこの、もともと A の3乗を計算したかったので、別の行列の3乗を計算するっていう、なんかその難しさが変わらないような問題にまたなんか遭遇してるのかなって思うんだけども、実はですね、ラムダっていうのは対角行列なので、ラムダの3乗っていうのはこれ簡単に計算できるんです。実際、これ、ラムダの N 乗は、このラムダ1の N 乗とラムダ2の N 乗を対角成分に持つような行列になります。これはまたこの行列の定義から、行列の掛け算の定義からわかります。ので、この N 乗を計算するっていうところは、すごく簡単にできるようになるわけです。でそうすると、あとは、この U と U インバースさえ分かれば、A の N 乗が分かるということになるわけです。で、U はもう分かってます。これは固有ベクトル並べたものでこれですね。で、まあ、ここから U のインバースというのは計算しなくちゃいけないんだけども、まあ、これは皆さんも計算の仕方分かっているので、それに従ってやってあげればよろしいということになります。で、やってあげると。こんな感じになると。で、あとは、この U、ラムダの L 乗、U インバースをこの順番でかけてあげればよいと。で、これも皆さん A から知ってると。で、まあ実際やってあげると。で、これちょっと大変な計算なんだけども、やってあげると。で、まあやってあげると、ごめんなさい。こんな形になると。大変ですね、と。あんまりなんか、綺麗になったかどうかすらわかんないんだけども、まあ一応計算できますという形になります。で、まあ、一応、ここでまたこのラムダ1、ラムダ2って、文字として残したままにしています。で、先ほども言った通り、ラムダ1っていうのは、本来は、2分の1マイナスルート5。で、ラムダ2っていうのは、2分の1プラスルート5っていうふうに、その、何か、絡まった値があるんだけども、まあ、ちょっと後で、というか、まあ、これを入れながら計算するところでは見にくいので、ちょっと、文字のままで計算しています。はい。それで、
A の N 乗が分かったので、じゃあ実際に、計算しましょうと。それで先ほど言ったように AN、AN-1 っていうベクトルは、A の N 乗、あ、N-2 乗かける A2、A1 でしたと。で、今 A の N-2 乗は先ほどの AN、A の N 乗ですね。A の N 乗の N を N-2 に変えたものなので、こういう形の行列になることが分かります。前のページ見れば分かります。で、A2、A1、これは何だったかっていうと3、2ですと。で、あとはまあ頑張って計算してあげると。なります。で、頑張って計算すると、まあ、こんな形になると。で、今ですね、ここ、N-2 乗っていうのは出てきているんですけども、全部。もともとですね、AN、AN-1 っていう、ベクトルを求めたいっていうふうに言っていたので、そのことをですね、気にして、この、指数の部分がですね、第一成分においては N になるように。で、第二成分においては N-1 になるように、揃えたのが、下の式です。で、それをやるとですね、この係数部分もちゃんと一致すると。すごいですね。まあ、これはちょっと、本当に警察のこと、これ感動するかもしれませんけども、一致すると。ということで、ここの式から AN っていうのが、10分の 5-3 ルート5、ラムダ1の N 乗プラス10分の5プラス3ルート5、ラムダ2の N 乗だ。とわかると。いうことになるんですけども、まあ、これはですね、一応その、まあ、N が3乗の時だけなので、この式は本当に、N が2の時と1の時にも正しいということは確認する必要があります。はい。ということで、今言った通り、この結論が得られて、これは、実際確認すべきですけども、N が1の時と1の時も正しいので、まあ、一般項として、この式が得られたということになります。いいですかね。で、こういう形で、初めに言ったように、その、いきなり、なんか、AN を、ラムダの N 乗と置いてっていうふうにやる1番目の方法と2番目のようにベクトルと行列を使うっていう方法があるわけですけども、まあ別にどちらでも構いません。まあそれぞれに利点はあると思うので、皆さんがまあどちらかの方法でできるようになってもらえればいいかなというふうに思います。ので、ぜひ演習問題とかでもやってみてください。はい。で、前回の、授業ではですね、こういうものもありました。BN と CN っていうのがあって、それがなんかこの、なんか互い違いになっているのが、前回式が出てくると。こういうのもやってました。で、これもですね、同じような方法で解いてみようかなというふうに思うんですね。で、この場合はですね、なんか見た目上ですね、行列を考えた方が、すんなり、考えやすい というふうに思うので、ちょっとそれでやってみようと思います。で、まずですね、ちょっと問題が何かっていうと、この BN っていうのを定義するときに、右辺があるんですけども、CN プラス CN マイナス1っていう形になっていて、CN が、その同じ数字のですね、N っていうものが右辺にも出てきている。で、皆さんなんかその再帰とかですね、そういうものを考えるときには、右辺の方のですね、数字がですね、真に小さくなっていないと困るってことがあるってことはご存知かもしれません。で、いうことがあるので、ちょっとこの部分は書き換えようと思います。で、どう書き換えるかっていうと、今ですね、この CN は、この下の式から、BN-1 プラス CN-1 したってことが分かってます。だから、これはですね、実は BN-1 プラス CN-1 プラス CN-1 なわけです。ということは、これは BN-1 プラス 2CN-1 と、こういうふうになるわけですね。で、こういうふうに書き直すと、この素因数の部分が両方とも N-1 という形で、N よりも真に小さくなってますので、あ、この形にすれば、確かにこれ、うまく解けるんだなということがわかるので、この形をまずに書き換えてから考えるというふうにしてみましょう。そうすると、まあ、こうですね。ちょっと今これは、まず書き換えたものをここに書かないといけませんけども、これは、だから BN-1 プラス 2CN-1 なんですけども、どういうふうにやってるかっていうと、この BN と CN を並べてベクトルにしてます。そうすると、どうなるかって言うと、まず N が1の場合、B1C1 なんですけども、これは上の元々の定義から3、2というベクトルになるということになります。で、BN、CN と1個、それでやずれた BN-1 と CN-1 の関係はどうなっているかっていうと、それがこの式とこの式からわかると。で、実際に今ここにある行列とベクトルの積を計算してみると、第一成分は1、2とこのベクトルの積なので、BN-1 プラス 2CN-1 と、こうなりますと。で、下の方、第二成分の方は BN-1 プラス CN-1 になる。という形で、ここに書かれている前化式、そのままこの式で書けているということになるわけです。いいですかね。ということで、
何が言えるかというと、ここ今行列があるですね。1211という行列があるので、この行列の N 乗が分かれば、そこから、この数列の一般項分かりますよということになるということですね。で、まあ、あとは頑張って計算すると。で、まあ、頑張るところと頑張る必要があるっていうのが問題かもしれませんけども、まあ、頑張ってくださいと。で、まあ、実際頑張ってもらうと、こういう一般項を得られるはずですので、そこをぜひやってみてくださいということですね。うん。なんか、まあ、見た目は、先ほどの AN には綺麗かなと思うので、多分、やってみてくださいということになります。はい。それで、初めの話ですね。線形全化式の全密解放という話、終わりになります。はい。では、続いてですね、アルゴリズムの解析の話に出てくる上階を導出する方法っていうのを言います。だから、今から言うのは上階を導出するということをもって、全化式を解くというふうに言ってると思ってください。で、アルゴリズムの計算量解析の例として、初めに出したのはこの例でしたと。まあ、これちょっと Ruby っぽく書いてるんですけども、この Funct という、まあ、この関数が再起呼び出しを行うことによって、実行されるわけですけども、一番初めじゃなくて2個目ですね。ここでこの Print A といってですね、A という文字を、1文字ずつ読み出すために出力しているという形になっています。で、実際にこの N を入力したときに、何個この A を、出力して停止しますかということを数えているのはこの FN という数列ですと。FN というのは N を入力したときに出力される A の数を表すと思ってください。で、前回ですね、それがこのような全化式を満たすんだってことを言いましたと。まあ一応 N は、1以上にしているかな。1以上だと思っています。はい。で、何をするかっていうと、アルゴリズムの解析をするときには、今、だから、まあ、こういう全化式があるので、この全化式、まあ、解いてもらって、先ほどと同じように一般項を求めてもらっても全然構わないんですけども、アルゴリズムの計算量解析においては、まあ、この、欲しいものはですね、上階で十分であることも多いので、で、上階を求めるっていうのは、その厳密な、その一般項を求めるよりも簡単です。だから、情報がない、情報が少ないわけだから、上階の方が。だから、そうするとなんか簡単な上階であり、なおかつ、このアルゴリズムの、動きっていうのを、そんなに、なんだろうな、アルゴリズムの計算量を、その割と正確に、記述できるようなものを考えたいというふうに思います。で、まあ、そのためにですね、この全化式、まあ、どのように、考えているのかってことを今からやるというふうになります。で、まずですね、この定数1っていうのが嫌なんです。嫌っていうのは嫌なんですね。これ、先ほどのその線形全化式の時は、こういう定数項なかったわけです。まあ、だから定数項なかったからこそ、この線形だったわけですね。でも、こういうのがあるとですね、線形にならない。ちょっとずれていく。で、これ嫌なんですね。で嫌なんで、それをまずですね、取り除きましょうってことを、よくします。だから、こういう、いわゆるそれ、まず、そういうことをやります。で、そのためにですね、何するかっていうと、両辺に差します。元々の全化式の下の方の式は、fn イコール1プラス fn マイナス1プラス fn マイナス2でした。で、この両辺に差します。で、そうすると、ここに書いてある式ができます。で、そうすると何がいいかっていうと、今ですね、fn プライムを fn プラス1と置きましょうと。これ、プラス1っていうのは、この数字についてなくて、fn 全体についてるということですね。fn1 プラス fn となります。で、そうすると何かっていうと、この左辺は fn プライムなんですけども、右辺が fn-1 プライムプラス fn-2 プライムになります。で、そうするとこれはですね、線形全化式なんです。だから先ほどの手法を使えば解けます。一般項を求まる。一般項を求まったら、fn は、その一般項、マイナス1。なので、fn の一般項もわかると。いうことになるわけですね。やりましたと。で、これで、だから、万々歳。先ほどの手法を使います。ということになるんですね。で、ちなみに、初めの、
定数項、定数項じゃない、n が小さいときの値も、まあ、これで置き換えることによって、まあ、ちょっとずれるんですけども、まあ、これで解けると。で、ここで聞かれるのは、これ解かない。ただ単に、この fn プライム、あるいは fn の上階を求めましょうってことだけをやります。ですね。で、今、まず分かったのは何かっていうと、fn プライムと2は fn プラス1だけなので、まあ、fn プライムがですね、その n に関して質関数的に増加していくんだってことを、まあ、思っていれば、この fn と fn プライムの、オーダーは同じであるので、オーダーだけ知りたいと思ったら、この fn プライム、あ、fn のオーダーが知りたい。思うんだったら、fn プライムのオーダーを知れば十分であるということがわかります。で、それをやりましょうと。で、そのために、この fn プライムに対する上階を与えます。で、さっき言ったみたいに、もちろん、fn の、fn プライムの一般項を求めることもできるし、それをやっても構わないんだけども、それをやるのは、先ほどの計算をちゃんとやらなかったこともありますが、割と計算上大変です。手計算でやるのは大変です。なので、手計算でやれる範囲でもっと簡単にできる形で上階だけを求めるという話をしていきます。で、それをやっていきます。で、やることは実はですね、特性方程式を解くって先ほどと同じことをするんですけども、まあ、それはやります。で、何かっていうと、この fn プライム。これをまあ、ラムダの n 乗と、まあ、見なしてそれを置くわけです。でそうすると、ここに書いてあるような、ラムダの2乗イコールラムダプラス1っていう、先ほど見たものと同じ特性方程式が得られます。で、これ解くんですけども、これは二次方程式なので、2つ解が出てくるんですけども、正の方だけ見ます。この方程式はただ1つ正の解を持ち、それはこれになると。で、これだけ見てきます。これ先ほど ラムダ2と呼んでいたものです。けども、こっちだけ見ます。で、なんでかっていうと、これがオーダーを決めるからです。これがオーダーを決めるからです。この fn プライムのオーダーを決める。さっき、ラムダ1とラムダ2っていうのがあったんですけども、で今このラムダ2個別に、で、ラムダ1はさっきちょっとちゃんと書いていたかな、マイナス 0.6 単なんたらかんたってこういう値だったんですね。で、これ何言ってるかっていうと、ラムダ1の絶対値は、1未満なんですね。なので、仮になんかラムダ1の n 乗っていうものが、なんかこのなんか fn プライムのなんか、一般項にこういうふうに出てきたとしても、このラムダ1の n 乗っていうのは n を大きくしていくとこれ消えちゃうんです。ゼロに行ってく、ゼロに収束するんですね。このラムダ1の n 乗っていうのは。だから、考えても無意味というか、オーダーの意味、だから n をすごく大きくしていく全近的なところではラムダ1の n 乗っていうのは無視です。で、ラムダ n の、あ、えっ、ー、と、fn プライムのオーダーを決めているのは、このラムダ n の n 乗なんだということがわかりますと。だから、まあ、それだけ考えます。で、実際にですね、それだけ見ていくということになります。で、これ見ていきましょうと。で、何かっていうと、今からですね、数学的機能法でこの不等式を証明します。fn プライムは2ラムダ n、2ラムダの n 乗以下であると。で、何を言ってるかっていうと、これが証明できれば、何が言えるかっていうと、fn プライムがオーダーラムダの n 乗だってことがあります。で、ラムダって何だったかっていうと、2分の1プラスするところですね。とわかる。だとわかるでしょうか。わけです。だから、これ、証明すれば十分。我々の、上階を求めたいっていう、目標が達成できます。で、これ別にこれ2じゃなくても構いません。別に、今から証明しようと思うことは、ラムダ n プライムが、例えばこの100かけるラムダの n 乗ってことを証明することでも達成できます。これが証明できればっていうのを同じ結論が得られます。で、まあ、実際はこの100ラムダ n 乗、以下ですよっていうことを証明する方が簡単です。なんでかっていうと、2よりも100の方が大きいから。なんですが、まあ、この係数としてはできる限り小さいものを選んだ方が良いという、まあ、美徳はあります。美徳ってなぜ。美徳はあるんですけども、まあ別に皆さんはそれを気にする必要はあんまないです。あんましないので、まあ、何かしら、このなんかオーダー、なんとかかんとかっていうことを証明したいと思うんだったら、そのまあ前の係数は何でもいいので、なんかうまく自分の、証明できるものをなんか
持ってきてほしいと、選んでほしいと。で、うまく、この成り立つ、不等式を導いてください。これをですね、導くっていうのは実は割と大変かもしれませんけど、この先ほどのその固有値とか固有ベクトルとか逆行列を求めるよりは簡単です。で、まあ、こういうのは実際また演習問題でやってみてほしいというふうに思うわけです。で、これを一旦証明するんだっていうふうに書いたら、あとはもう数学的機能法です。で、正しい、不等式が見つかったら、あとは数学的機能法をやっていくだけなんで、それは頑張ってやるということになります。で、それ実際今から数学的機能法やってみましょうと。で、特に、まあ、n が1の時、まずやりますね。n が1の時には、f1 プライム先ほどのページ。もう一個前ですかね。もう一個前。ここですね。2でしたから、まず f1 プライムは2であると。分かってる。じゃあ一方でこの右辺の方何かっていうと、2かけるラムダ1なんです。ラムダの1乗なんですけども、ラムダっていうのは2分の1プラスするところでした。で、これ1プラスするところですね。で、ルート5っていうのは、まあ、1よりも大きい。これ2よりも大きいと思うんですけども、まあ、2よりも大きいので、ちゃんと、右辺の方が、ちゃんと左辺よりも大きいって形になっていて、ここで証明したい不等式は n の1の時が正しいということがわかります。n が2の時なんですけども、まあ、同じように計算できますと。まあ、実際に f2 プライム計算すると2になりますと。で、2かけるラムダの2乗っていうのを計算すると、これ1プラスルート5って、これまたこれ同じにならないんですけども、ラムダっていうのが1よりも大きいんで、ラムダの2乗とラムダを比べると、まあ、ラムダ2乗の方が大きいんで、2ラムダで下から押さえて1プラスルート5とか。そうすると、何が分かったかっていうと、f2 プライムは2で、それは1プラスルート5未満ですよね。ルート5は2よりも大きいので。ってことなんで、これはだから2ラムダの2乗未満であるということで、F2 プライムは2かけるラムダ2乗未満ということが分かって、N が2の時もこの不等式に出すということが分かるということになります。では、機能法を進めていくために、自然数 K を今考えたときに、その K に対して、FK プライムが2ラムダ K 乗以下、で、fk-1 プライムが2ラムダ k-1 乗以下であると仮定しますと。で、この添え字が k プラス1の時にこれ何かするということを仮定し、証明しましょうと。fk プラス1、違うな、f プライム k プラス、f プライム k プラス1が2かけるラムダの k プラス1以下になることを証明しましょうと。で、それは数学的の方を証明していくわけです。で、今、この左辺からを使ってこれ変形していきますね。fk、f プライム k プラス1は f プライム k の定義からこうなりますと。ですね。はい。あ、ちなみにこれ、k プラス1が、k プラス1がこれ3以上だということで一応確認しておく必要がありますよね。まあそうなので、これ使えると。で、ここにですね、昨日この仮定使います。使うとこういう、不等式が得られるわけです。で、これ、2かけるラムダの k マイナス1乗でくくりましょう。こんな感じですね。で、このラムダが違うんですけども、これは、ラムダが、特性方程式の解だったので、これラムダの2乗と等しいということになるわけです。ですかね。ですね。で、ラムダの2乗出てきました。で、この部分、整理すると、2× ラムダの k プラス1乗になって、これは欲しかった右辺に等しいということになるわけですね。ということで、これ証明終わるわけです。おしまいです。よろしいですか？という形で、証明終わります。いいですかね。はい、うん。で、むしろですね、まあ、この2っていう係数どう選んだんだって話あったんですけども、このですね、部分においては、まあ、これ別にこれ2じゃなくても、まあ、100であっても、むしろ1であっても、まあ、良かったわけですね。正の値だったら、2分の1とか、10分の1とかでも、別にこれ、この不等式は、同じ数学的機能法の仮定から導けるんですけども、この 2が良いのはですね、理由はですね、ここのその n が1とか n が2の時に、この2倍がですね、うまく効いてきているという形です。だから、ここの部分がですね、何言っていいか分かりませんけども、もし、だから仮になんか fn プライム、じゃあ f プライム n が10分の1のラムダの n 乗であることを証明しようと思ったら、同じような数学的機能法で、この部分は全部うまく同じように証明ができます。だけども、うまくいかないのは、この n が1とか n が2の部分です。
ここでうまくいかなくなります。ということなので、まあ、その2っていうのを見つけるときには、まあ、この N が小さいときの話を考えて見つけているというふうに思ってもらってもいいかなというふうに思います。まあ、2よりも小さな値でもうまくいくと思いますけども、まあ、ここでは2にしているというふうに思ってください。はい。ということで、何が分かったかっていうと、この数学的の方から、FN っていうのが、オーダーで、2分の1プラスルート5の N 乗以下ですよ、ということが分かったと。で、ちなみに、この O っていうのは、このオーダーの意味で、〇〇以下、というのを表す記号です。ですかね。だから、この不等号の向きの時でないと、この O っていうのは使えないというふうに思ってください。で、これをですね、よく間違います。もう、間違ってる人もたくさんいます。もう世の中にたくさんいすぎて、もう指摘する気にもならないぐらいたくさんいらっしゃって、ちゃんとですね、やっぱりこういうものは、ね、定義に基づいて、いろいろと議論してほしいんですけども、どうやらそういう、態度が身についてないというか方々がですね、世の中にいらっしゃって、私は困ってるんですけども、まあ困っても、私は困っていても仕方ないんですが、皆さんはそういうふうにならないでほしいというふうに思います。で、まあ一応そのオーダー記法の定義は一応ここに書いてあって、まあもしご存知なければ、ご覧になってもう一度復習してくださいということになります。で、まあ皆さんそのアルゴリズムとかの勉強するときにこういうオーダー記法とかってことを、まあ習ったかもしれませんけども、これはその別にアルゴリズムだけに使われるものではなくて、一般的に数列に対して使える記号なので、別にアルゴリズムの話でないところでもこういうオーダー記法出てきたりします。はい。で、もう一つ前回やった話がありました。それはユークリッドのアルゴリズムで最大公約数を求めるという話でした。で、その時に出てきた全化式はこういうものだったと。で、これはもうその中にそのものもこれ不等式が入ってるんで、ここから求められるものは GN に対する上階でしかありません。GN イコールなんとかっていうものをこの全化式からですね、求めることはそもそもできないわけです。で、またこれも GN のに対する上階、GN の上から押さえる不等式をつけようと思うんですけども、で、これを見てですね、そういうものを、ね、としていいものをですね、また推測しなくちゃいけないわけです。で、先ほどは線形全化式になっていたんですけども、その時は特性方程式を作って、その特性方程式の解から、まあ、推測できたという話なんですけども、これ線形の方程式でもないし、まあ、その方程式じゃない。不等号ついてる。で、どうしようかってことは、まあ、これはちょっとですね、推測する必要がちゃんとあります。で、まあ、ここでその、どうやって推測しようかなってことを考えたことをここで書いてます。で、ここに書いてるのは、まあ、一人ごとなので、皆さんがその答案とかですね、論文とかに書くような内容ではないです。で、どうやって考えたかと。で、まず、この不等号、やらしいんで、これ統合にしてみましょうと。で、統合にするとどういう式になるかっていうと、GN イコール1、2プラス G で、ここが2分の N の小数点書きにしてと。まあ、こういう形になる。こういう式を考えると。で、まあこうすると、まあなんかだんだん解きやすくなってくるかなって気がするわけですね。で、問題はですね、この左辺の素位字 N がですね、右辺で2分の N しかも小数点書きにしてって形になって、これが非常にやらしいですね。あんま考えたくない。で、あんま考えたくないんで、考えやすい場合だけ考えましょうということにして、N が2の形状って形をして2のべきの時だと、これ考えやすいでしょうと。なんでかっていうと、今 G の2形状っていうのがあって、で、2の形状が、1よりも、あ、1以上だったら、これは2プラス G の切り捨て2の形状を2で割ったものって形になって、これは2プラス G の2の K-1、ちょっとこういう形になるわけです。で、そうすると、まずそのなんか、切り捨てとか考えなくていいし、K で見ると、K は1つ減ってるって形になるわけです。ってことで、これ考えやすいんじゃないかというふうに思うんですね。で、こうしましょうと。で、ちなみに、これ後で言うかな。で、こういうふうに考えやすくしたので、じゃあこれをですね、今ですね、G プライム K と置きましょうと。だからこれは今 G の2形状っていうものを考えてるんだけど、これを新たになんか G プライム K と置きましょうと。だからその、K しか変わんないと。で、そうすると、この右辺は2プラス G の K 引き、あ、G プライムの K 引きと、こうかけるという形になって、考えやすくなるかなと
で、そういうふうにして書いたのが次のページです。今ですね、G'K を G の 2K 乗と置き、ってみると、こういう、全括式がやられると。で、ちなみにこれ K が0のとき、GK プライム何なのかっていうと、これは、K0 だから G プライム0なんですけども、これは、G の20乗ですね。で、G の20乗は、これは G1 ですね。2の0乗1ですから。で、G1 なんでたかっていうと、前に戻りますけども、これ G1 はここで今、これ決められてますね。決められてないので、この式を使って、まあ、これ決めようと思うんですが、この下の式を使って決めようと思うんですけども、G1 は下の式から2プラス G の2分の1の切り捨てです。で、これ2分の1は 0.5 ですから、小数点以下切り捨てるとこれは0になります。だから G0 です。で、G0 は決まってます。1だと。だから、今、G1 は3以下だということが、この全括式からわかります。で、まあ、その不等式を今、まあ、等式に、等号に置き換えましょうっていうふうに言ってるんで、置き換えたら、まあ、これは3になると。ですね。ってことをここに書いてます。いいですか？ということで、この G'K っていうのはこういうふうにこれ、決まりましたと。こういう、記述があります。で、これは、いわゆる等差数列なんですね。前との差が2っていうものなので、これは皆さんとったら知ってると。これは、一般項も簡単に求められる。で、G'K っていうのは、3プラス 2K になりますよと。初項が3ですね。K が0の時は3で、2ずつ増えていくと。3プラス 2K です。やりましたね、と。で、もともとこれ何だったかっていうと、これは、G の 2K 乗だと思ってるわけです。これね、G'K は G の 2K 乗だと思ってるわけです。ってことは何かっていうと、GN っていうのは、3プラス2のログ 2N。こんな形かなっていうふうに思うわけです。いいですかね。こんな感じだと思うと。で、これは何でしょうね。これは実際に、前のページ。この全括式の、この不等号のところをイコールに置き換えると、GN っていう数列が1に決まるんですけども、それをプロットしたものです。それはこれです。で、それをプロットしたのはこの紫色の点です。紫色の点。紫色の点。はい。で、この青い直線、これ何かっていうと、これが、これ3プラス2ログ2 N です。で、これどういうふうになってかっていうと、横軸 N で縦軸はその GN、その不等式、不等号を等号に置き換えたものの値を書いてるんですけども、これ横軸が対数軸になってます。で、縦軸は、等間隔って形になっていると。で、この軸に関して直線的なので、これは、元のところに見てみると、対数的ですよと。いうことになると。ですかね。先ほど AN っていう数列の時には、縦軸を対数軸にして、横を普通に等間隔にしたんですけども、その時に直線だったので、元のところで見ると指数関数的になるというふうに言ったんですけども、なんかこれは逆にやってるんで、指数関数の逆関数であるような、対数関数的な増加を、これ GN っていうものはするでしょうという形になるわけです。で、まあ GN はだいたい3プラス2ログ2N であるってことが、イコールにしたら分かったので、等式にしたときには、じゃあ GN っていうのは3プラス2ログ2N 以下になっていてほしいなっていうふうにまあ期待して、今から計算していこうというふうに思うわけです。で、それが我々の推測です。で、実際にそれ正しいですよってことを今から確認していきます。で、今から何かっていうと、1以上の自然数ですね。今ちょっとログ 2N ってあるんですけど、N が0だと困っちゃうんで、1以上にしますけども、に対してこの GN っていうのは実際に3プラス2ログ2N 以下ですよってことを証明していくと。もう一度、GN というのはどういう、全括式で、決まっていたのだったかっていうと、N が0の時には1で、そうじゃない時には2プラス G、2分の N の小数点でした。こうでしたと。ですね。で、この、不等式、この全括式に出す時には GN っていうのは、この不等式に出しますよということを今証明していきます。で、これを証明できると、GN っていうののオーダーが、ログ N 以下ですよと。以下ですよと。いうことがわかるということになります。だから、つまり何かっていうと、ユークリッドのアルゴリズム。が、行う再起呼び出しの、
呼び出し、ちょっと、すいません。送り方わかんないですけども、まあ、呼び出しの、回数。回数は、オーダー、ログ N。で、上から押さえられると。いうことがわかるとですね。だから、これすごく高速なアルゴリズムです。まあ、N を表す、N という整数を表すビット数に関して、対して線形とかですね。で、まあ、今から、じゃあ、これを証明しましょうと。で、これは、もう数学的機能法で、頑張ってやっていきます。で、今からやっていきます。で、どうするかというと、まず N が1の時やりましょうと。で、前化式が先ほど言ったみたいに G1 は3以下です。だからこれ3以下です。で、一方で、この左辺の方は N が1なので、こうですね。で、これ3プラス0で3になると。ログ1は0なので3。だから、左辺と右辺、実はまあ、イコールですけども、まあ、イコールだから、もちろん、不等号も成り立つということになります。で、これ N が1の時です。で、ややこしいのはちょっとさっき消してしまったんです。これですね。この、前化式は、右辺において、この添え字がですね、N に対して半分ぐらい減るんです。で、普通のなんか前化式はなんか、添え字が1減るとか、2減るとかしかないんで、機能法の書き方が割と簡単なんですけども、これなんか急激に減るんで、どうするかっていうと、いわゆるですね、累積機能法っていうのをやる必要があります。何かっていうと、まあ、任意の自然数 K、一乗自然数 K を考えるんですけども、その K に対して、K 以下の任意の自然数 L に対して、この GL が3プラス2ログ2L 以下だってことを仮定します。だからこの K を今、一つ自然数考えているんですけども、それに対して、この GK プラス1が何とか以下だってことを証明したいんだけども、それを証明するための機能法の仮定は、K に至るまでの全ての自然数 L に対して、これを仮定しましょうという形にします。で、こういうような、数学的機能法のやり方を累積機能法っていうふうに言うんですけども、まあ、名前はどうでもいいんですが、それを使います。で、そうでないと先ほどのような、その N をですね、半分にするとかっていうものに対応できません。で、それをやりますと。で、これ証明したいことなんですけども、じゃあそれをやっていきましょうと。で、まずですね、まあ、GK プラス1があるんだけども、それは、G という、数列の定義から2プラス、2分の K プラス1の小数点以下切り捨てを、添え字に持つ G。という形になってきます。で、2分の k プラス1は k プラス1で、k よりも小さいですね。k 未満。k 以下ですね。k 以下なので、それで機能法の仮定が使えますと。で、これを使うわけですね。この l が、これの場合でやってきますと。で、取ってきますと。で、そうすると、まあ、ちょっとこれ整理するんですけども、まずこのですね、だからまず、ログの中身が、これですね。切り捨てなんですけども、これ切り捨てをなくすと、対数関数これ単調増加なので、これによって、この不等号がやられますですね。で、これが外れると、我々のもう馴染みのある式にしかなってないので、いろんなことできると。例えばこれ今、ログになんとかんとか、これ、整理して、分母が後ろ、分子前でマイナスつける形で整理できます。ですね。で、ログ2の2。これ1です。ですね。ってことは、これは、5プラス2ログ2の K プラス1マイナス2になります。ですね。ってことは、これは3プラス2ログ2 K プラス1となって、あ、証明したかったものと一致しますね。ということで、証明終わるわけです。いいですか？ちょっと、それ次のページ書いてありますけども。いいですかね。ということで、証明終わります。実際、ここの形ですね。ということで、証明したかったことが証明できたという形になって終わります。証明したかったと何だったかっていうと戻りますね。これですね。ということで、まあ、こういう形で、ユークリッドの誤乗法じゃなくて、ユークリッドのアルゴリズム、まあ、誤乗法なんですけども、ユークリッドのアルゴリズムの、計算量解式ができたという形になります。で、多分一番難しいのは、この何を証明するのかっていうものをまず導くこと。が難しいところかもしれませんので、そのためにいろいろと、考えてみるっていうのは重要で、まあ、そのためのちょっと話もさっきしたので、まあ、そういうこと、演習問題でも似たようなものがあるので、挑戦してみてください。はい。で、ここまでが今日の本題です。で、あとはですね、ボカンスの話ですけども、これは次回やる話の、まあ、予告というか準備だと思ってください。次回、この母関数を使って前化式を解くというような形のことをしていこうと思うんですけども、まあ、それの話の、準備だと思ってください。母関数というのはいきなりですね、定義するんですけども、数列があったら、その数列の母関数っていうことの使い方をします。
で、これはですね、べき級数です。まず、べきと読めるかどうかっていう。べき級数です。このようなものです。これ、これがその数列の母関数です。これのことです。で、数列はまあ A0、A1 点点、こういうふうになってるんですけども、ですね、なんだっけ。突然これ X が出てきますけども、これ X は、まあ、複素数だと思ってください。で、なんか、AN のところに XN 乗をかけて、無限は、これ無限はですね、無限和を取ったもの。だからまあ、級数なわけですけども。で、これのことを数列の母関数と言います。で、いろいろと注意することがあって、まず一つ目。この数列は A0 から始まっている。だから、数字が0から始まっているような数列だけを考えます。で、そうじゃないと、まあ、こういうものを定義しないと。で、だから、この和も N が0のところから始まっているということになります。ですかね。だから、ちゃんと書こうとすると、ちゃんと、これ、C は使わずに書こうとすると、これは、A0 プラス A1X プラス A2X の2乗プラス A3X の3乗プラス点点点点。こんな形になってるわけですね。でも、もちろん、我々はこう点点点使いませんから、こういう形で、シグマ使って書いているという形になります。いいですかね。で、もう一個注意。何かっていうと、これは、無限和なので、定義されないかもしれません。定義されないってどういうことかっていうと、これはその無限にとってるんで、これ収束しない限り、これ定義されないわけです。この無限和が。この無限和が収束しない限り定義されません。だけども、ここからの話、今回と次回では、この無限級数、べき級数が、収束する場合だけ考えるということにします。だからこれは仮定です。仮定。まあ、特にその絶対収束する場合だけを考えることにします。だから、いろんな、ことがあるんですけども、いろんなことをですね、自由に行ってよいと。だから、まあ、いろんなことって何なんだっていうと、後で、まあ、出てくるんですけども、自由に行ってよいというふうなことを仮定します。で、実際、まあ、そういうようなものしか扱わないことにします。で、そうじゃない場合にどうするかという話がいろいろあるんですけども、それは、まあ、もしかしたら次回やるかもしれないし、やらないかもしれない。です。はい。で、まあ、収束するんで、この、例えばですね、このべき級数に対して微分をするとか、積分するとかですね、そういうことがですね、あ、まあ、その時に、順序を交換しているとかですね、そういうことができるようになったりします。ってことを、これは仮定します。だから、あんまり、まあ、収束性を細かいこととかって言っちゃうとあまり良くないんですけども、まあ、そういうことはあんまり議論せずに、まあ、収束するもんだという形でやっていきます、ということにします。で、もう一個言っておきたいのはですね、こういうようなべき級数ですね。これ、デジタル信号処理でよく出てきます。で、こういうのはですね、その分野では Z 変換と呼んでます。で、なんでかっていうと、この X をですね、という文字を使わずに Z っていう文字を使うからです。で、言っていいのかな？ちょっと今、嘘を言ったかもしれないんで、ちょっとまず、書くのは何かっていうと、その X を Z にしたもの、こういうの。こういうものを考えることが多いです。で、まあ、Z は複素数なんですけども、で、こういうものを Z 変換と呼ぶんですけども、なんで Z 変換と呼ばれるのかっていうと、多分この文字が Z だからだと思います。ちょっと違うかもしれないんで、違ったらまずいので、一応、違った場合はごめんなさいと言っておきますけども、ただ、これが Z 変換と呼ばれるのは正しくって、で、これはですね、デジタル信号処理でよく使われます。皆さん、ラプラス変換とかって、とか、フーリエ変換とかっていうものを、勉強したり聞いたことあると思うんですけども、そういうのはですね、そのなんか連続的な信号に対してですね、適用するような変換なんですけども、データ信号っていうのは、まあ、基本的に何かっていうと、時間が離散なんですね。時間が離散。だから、時刻0、1、2、3、4の時の信号は何でしょうっていうのが、こういうふうな形なのか、この数列の形でこう与えられてしまうわけです。で、そういうものを解析するときに、こういう母関数のような考え方っていうのが、非常に有用になったりします。で、それは、まあ、デジタル信号処理における、話で、で、その時にですね、こういうその、Z 変換、あるいは母関数っていうのをどういうふうに使うのかっていう話と、この授業ですね、離散数理工学において、私が次回する話はちょっと、経路が違ったりします。ので、まあ、この授業では、この Z 変換のその、なんだろうな、離散数学的な側面をご紹介しているっていうふうに思っていただいても構わないということになります。で、これを考えていきましょう。今からやるのは、具体的な数列に対して、この母関数というのはどういうものになるのかってことを、ちょっと計算してみるということをやります。はい。で、例えば、簡単な数列。2、2の
0以上の出演数 n に対して an が全部1。もう11111っていうそういう数列、あるいは信号の母関数なんでしょうと。で、これもう計算すると。これ定義ですね。これ母関数。で、この an もこれ全部1なんです。だから、この anxn 乗っていうのはこれ xn 乗になります。で、この xn 乗の和、これ計算します。で、これ今これ、なんだっけ、収束するってこれ仮定してるんで、これはですね、もう皆さんご存知の通り、1マイナス x 分の1になります。はい。これでおしまい。ですかね。じゃあ別の、数列。1,2,4,8,16,32,64 か何かっていうと、2の n 乗っていう、こういう数列ですね。で、これは an の部分を2の n 乗に変えたものになるわけです。そうすると、この2の n 乗、x の n 乗っていうのは、これ 2x の n 乗とかけることになるので、ちょっと待って、あることに気づいたので、ちょっと確認しながらやりますが、はい、なるので、で、これ今、収束すると仮定しますから、これは 1-2x 分の1になると。ですかね。この上の級数と下の級数は、いわゆる収束半径は違うんですけども、もう x がもうすごく小さくって、もう必ず収束すると思っているので、まあどちらも、かけるという形になります。ですかね。今これは、2の n 乗だったから 2x になったと思ってください。だからこれ今、2の n 乗じゃなくて、まあ、一般的にですね、これ α の n 乗っていう風になっていたとすると、これは 1-αx 分の1っていうのが母関数になります。で同じ形で、動していきます。ですかね。はい。あ、で、この α 別に負であっても構いません。はい。で、次ですね。0,1,2,3,4,5,6,7 っていう、こういう、いわゆる、am イコール n っていう数列。この場合どうでしょうって。で、これはちょっと難しいんですね。で、これはちょっと難しいんで、ここでやらないと皆さん、思いつかないかもしれないからやっとくと。今、an が n になっています。で、この nxn 乗の和、これ何でしょう。で、これはですね、ちょっとここで一つ、テクニックというか、こういうことをしましょうと。今ですね、nx の n 乗っていうのはこういうもんですよと。何でしょう、これ x×x の n 乗の微分。これ実際に計算してみると、これ x かける、これ後ろ微分すると n かける x の n マイナス1乗になります。いいですね。ということはこれは n かける x の n 乗なわけです。これでこれ同じですね。なんてことでしょう。ということで、まあ、こうなると。で、こうなったら何ができるかというと、まあ、x は n に関係ないので、このシグマの前に出せます。で、この微分も出しちゃいます。で、これは、収束する、絶対収束するっていうふうに仮定してるのでできると思ってください。はい。で、こうすると、この部分ですね。この部分、先ほど出てきましたね。これですね。これ 1-x 分の1ですね。このシグマ、級数。で、何かっていうと、これの微分なわけです。1-x 分の1を微分しましょうってわけです。で、この微分できると、皆さんね。これ、微分すると、まあ、こうなると。1-x 2乗分の1。なって、x が残っているので、分子に x が出てくるという形になります。いいですか。ということで、この an イコール n ってこういう数列の母関数、1-x の2乗分の x になります。ちょっと、突然言われてもわかんないですよね。でも、まあ、こういうもんだということになるので、まあ、そういうことで、まあ、これ覚える必要はないですけども、まあ、こういうもんだというふうな形で計算できるということになります。はい。じゃあ、ちょっと、もう少し、ややこしいもの。なんか、こういう等差数列、3n プラス1っていうものがあったとしましょうと。an が3n プラス1。で、これの、母関数なんでしょうと。今、an に 3n プラス1入れましたと。で、これは、普通にまず分けます。こんな感じで。3×nx の n 乗と。で、xn 乗と。で、そうすると今、この部分ですね。これも、我々、この和ですね。この和が何になるか、私、我々これ知ってるわけです。前の部分は、これは 1-x の2乗分の x っていうので、これ前のページでやりましたと。で、後ろの方これ 1-x 分です。ということで、それをまあそのまま代入してあげればよろしいと。こうなりますね。で、ちょっとまあ整理しましょうと。まあこんな形になると。まあどういうふうに整理するかっていうのはいろんな方法あると思いますけども、例えばまあこの、いわゆる通分してですね、分母を 1-x の2乗にしようと思ったら、こういう形になって、でまあ通分できましたと。2x プラス1っていうのが分子に来るという形になります。ですかね。はい。これが 3n プラス1っていう数列の母関数になります。はい。という感じで、
いろんな数列の母関数はですね、このように、導出できるんですけども、まず、まあ、今日のまとめしますね。今日は、はじめに、全化式解くっていう話で、線形全化式の対法として2つ紹介したと。で、それ、まあ、どちらかを使えるようになってほしいかなというふうに思います。で、後半では、アルゴリズムの、計算量解析のところで出てくるような上階の導出法の話をしました。その不等式をですね、推測する部分が難しいかもしれませんけども、演習問題でやってみてください。で、最後にですね、次回の、準備として、母関数の導出っていうのを、やってみましたので、これも皆さん、できるようになってください。でですね、次回はですね、何をするかっていうと、この母関数を使って、その数列、全化式ですね、を解くってことをするんですけども、それはどのようにやるのかってことは次回の主眼になります。では今日の授業はこれで終わりになります。ありがとうございます。